ちょっと満点の皆さん、なんでむずいのかをちょっと語っていただきたいと思います。あの時の自分が取れて、今の自分がこんなに苦しんでるってことは、教育もそれなりにやっぱアップデート自分もしていかないとやっぱ取れないですよね。ハウトマンの合意が私的にはめっちゃ難しく感じて、はい、始まりました。うちしゃんさあ、今回はい皆さんで、イエーイ、イエーイ、あの紹介してください。上田哲也と言います。TOEIC とか IELTS とかを教えております。よろしくお願いします。あやこと申します。ニコハチ英語っていうスクール運営してるんですけれども、ビジネスマンに対してビジネス英語とか、TOEIC とか、リスニング、スピーキングスキルとかを教えてます。よろしくお願いします。太田彩音と申します。普段はイングリッシュスクールプラス200っていうスクールで TOEIC を教えてます。よろしくお願いします。はい、ということで、先ほど裏間配信ですね。アーカイブメンバーしか見れないので誰ってなっちゃうと思うのでもう、ね、せっかく出ていただいたのにそれが普通の人見れないので、動画撮っとこうと思って今回はですね、TOEIC 最近むずいむずいって言われるので、じゃあ TOEIC 満点の皆さん、なんでむずいのかをちょっと語っていただきたいと思います。さあ喋ろう。チャンス、チャンス、難しいって。TOEIC 最近のむずいよっていうので、勉強しても勉強しても TOEIC を追っかけてくるみたいな気持ちはありますよね。どういうことですか？いや、なんでこう、よっしゃじゃあ満点取ったぞって思ってからしばらくしてもまだ満点きついみたいな、余裕で満点ですって言えるようになりたいんですけど、TOEIC も追っかけてくるみたいな、そうですね、気はしてます。じゃあ TOEIC のレベルがこう上がってきて、なかなか取れないようにってことですか？そうですよね、やっぱり読ませるだとか、文の量が増えるとか、パート2遠回しとか、そういったところかなとは思ってるんですけど、アップデート自分もしていかないとやっぱ取れないですよね。語彙とか一旦これくらいまで覚えたらいけるかなって思ってた時期もあったけど、最近また親初めましてみたいな、見たことあるけどコロケーションとかこの組み合わせでなんかいけそうだけどちょっと馴染みがないものってやっぱ外しちゃったりする時があるから、そういうので難しさを私は感じますね。誤報みたいなのってまだ初めましてあったりするんで、そこに難しさを感じます。なんかパート5もそうなんですけど、パート1の語彙が私的にはめっちゃ難しく感じて、嫌ですよね、この表現なんとなく分かる、これでいいのかなみたいな感じで、いつもなんかギリギリをすり抜けてるんですけど、なんか分かんないのがいっぱいある気が、ね、普段使わないやつね、馴染みがないの難しいですよね。だからパート1は本当レベルが上がってるっていう印象なんで、まさに今日受けてきた皆さんなんで、今日どうだったんですか？今日は簡単、今日は簡単だった、はい、今日はパート1もパート2もあんまドキドキさせられはしなかったですね。午前ですね、午前の部です僕らは。そう、私も同じフォームだったんで、私も今回久しぶりに間違いをまだ見つけてないんですよ。そうですね、珍しい。最近絶対直後は、ここ間違えた絶対1個とか2個あって、今回はあれ今んとこ見つかってないぞっていうので、どうなんですかね。いやでも本当に、さっきあのパート1の振り返りしてましたけど、女性がカートをしてます、男性がラダー登ってます、本が散らばってますみたいな、結構わかりやすい典型的な表現が今回多かったですね、午前のフォームで。午後はどうでした？午後は私的には難しくて、なんか最初1問目がめっちゃ簡単だったんですよ、でなんか混沌だと思って調子こいたら、後ろの方が全然分かんなくて、これどっちだったっけみたいな、なんかやばい聞いてなかった実際の部分みたいな感じで、ちょっと難しかったかなって感じでした。 TOEIC はどれぐらい受けてるんですか？年数回ぐらい、毎回ではない。私もそうですね、各月というか1ヶ月おきに受けてますね、去年くらいから。その前コロナの時にちょっとお休みしてて、受けにくい時期で、また去年くらいから受けてますね。今年満点3回取ろうって思ったんですけど、半年ぐらい確か受けてなくて、やばいぞと思って自分の首絞め始めたなと思ったんでちょっと後半急ピッチで受けようかなとは思ってます。私は今毎月受けてて、その前に学生だった時とかに IP テストとかも含めると多分60回とか70回とか受けてて、すごい受けてますね、めっちゃ TOEIC にお金払ってます、すごいですよね。TOEIC マニアなんですね。はい、TOEIC大好き。皆さんはいつ満点取ったんですか？僕本を2019年に出したんですけど、確かそこのプロフィールに満点って書きたくって、そのちょい前ぐらいに頑張ったんです。975ぐらいで僕もこれでいいやと思ってたんですけど、本格なら満点
あー、なるほど。この間 YouTube で満点の赤皿にいるみたいなことをされてました。あー、そうですね、そんなんで生きてんじゃねみたいなのはい、ちょっとまずは満点から取ろうかなって頑張りましたね、それぐらいの時期に。え、その時と比べてどうですか、難易度。あの時の自分が取れて今の自分がこんなに苦しんでるってことは TOEIC もそれなりにやっぱ、なるほど、難しくなってきたんだなと。19年の時に、うん、そうですそうです、こう今の上がってるはずですもんね。そう、もうざっくり5年ぐらい経ってると思うんですけど、こんだけ毎日英語やっててまだ難しいの TOEIC って思いますね。そうですね、特営持ってますよね、国営。特営、そうですね、国連英検特営はいつと。はもっと前ですね。あ、もっと前、2015とか。もうほとんど覚えてないですよ、そんな人でも亡者じゃなくて猛者でしょあれ亡者って読みたくなるんですよ、猛者です、猛者。それでも難しいと、トイックはどれぐらい。私も数年前に取って、うん、その時違う英会話スクールで働いてた時があって、うん、尊敬する先輩とかが、うん、マンって思ってる人がいて、うん、あのトレーナーさんとか私も取りたいと思って935点くらいから目指したんですよね、うん、で取ったんですけど1年くらいかかりました、うん、でその時よりも確かに今の方が知識増えてるとは思うんですけど、うん、取れてないですね、うん、だから勉強の仕方も確かにその時と今ってちょっと差があったり、今はこう問題傾向を把握したいっていうのが強くって、うん、何が何でも満点っていう前みたいに、うん、まあ、前の方が多分強かったんですよ、うん、なんか取るぞ絶対みたいな。ただ今はこれじゃいかんと思って、もうちょっとね、よし今年取るぞみたいな、私も、うん、あのそういう気持ちを新たにしてるところなんですけど、だから英語力ってその時よりも下がってないと思う、多分だんだん上がってるはずだけど簡単に取らせてくれないですね。なるほど。やっぱパート5で1問でも分かんなかったらもう終わりなのもやっぱ辛いですよね、うんうんうん、そうですね、うん、そこ見つかると大体満点取れてないんですよ、うんうんうん、リーディング満点取れる時って私の場合ですけど大体間違いが見つからない時っていうか、実は1個とか間違ってるかもしれないけど、うん、あ、なんか、まあまあ、見つからないぞっていう時はリーディング満点取れてる感じがする、うん、今回どうかなみたいな、うん、まだ見つかってない、まだ見つかってない、ちょっとボスイです、分かんないけどはい、私は取ったのは今年の2023年の3月なんですけど、でもあの国会テストじゃなくて IP テストなので、はいはいはい、あんまりちょっとあれですけど、ね、まだまだ認められていないってことなんです。受け取りテストですね、だよね、うん、そうなんです。公開テストのみ認めるよって人だったらいますもんね、そうですね、はい、所詮 IP だろって言われちゃうから。それ来るんですか、ツイッターとかで、お前所詮 IP、 いやこっきりまだまだ来てない、まだ来てない、まだ来てない、まだ来てないですけど、公開テストでも取れるといいですねってやっぱり言われますね。あ、厳しい、それ煽られてるってことなんですか。違います違います、あの応援してくれてるってことでしましょう。なしましょう。いや、わかんないです。で昔からどうですか、まあ、自分のこうね、英語力こう点数も上がってってるから分かりにくいかもしれないですけど、やっぱむずいとは思いますか。分かんないんですよ、私は全然分かんないところから始めて、全然分かんない時がもう神経質だってからなんですけど、はいはい、それから自分の英語力もこう一緒に上がっちゃったから、うん、私的にはあまり分かんなくて、ただその分量が増えてるなとか、パート3、4の選択肢を読む量が多いなとかは感じるんですけど、でもめっちゃなんかしたよねみたいな感じが私はあまりよく分かんない、うんうんうん、で何点からいつから受け始めた。私は 7年ぐらい前から受けたんですけど、はいはいはい、で最初300点後半から始まったんで、はいはいはい、それからどんどん上がってここまで来たんで、うん、最初のスタート低いから、その最初もともとすごい点数高くて、うん、ずっと基準を終える人からの基準があんまりちょっと、うんうん、なかなか。でもやっぱ TOEIC 毎月受けてる方って何がすごいって、こう自分の実力と比較して TOEIC がどうかとかじゃなくて、うん、何年前と比べてこうなったっていう分析がやっぱすごく的確。あ、そうですね、ですごいなぁと思ってて、まあ本当に受け売りですけど、やっぱその What is suggested とか、うん、What is indicated とか、うん、そういう文章全体読ませる問題の数が増えたとか、うん、2016年以降パート2難しくなったとか、うん、一応情報では知ってるんですけど、僕毎月やっぱ受けてたわけではないので、うん、やっぱそこの数を追ってる人とかすごいな、年単位でね、確かに。そう、年単位でもう10年間ずっと追ってる人とかいるじゃないですか、うん、そうですね、あれやっぱすごいなと思いますね。 What can be concluded っていうのが最近多いですかね。最近多いですね、concluded と、今日も分かった、今日もありましたね。去年からまたアクティブに受けてるので、去年から比較しても難しくなってるなっていうのを最近感じたんですよ、うん、6月に、うん、それちょっと分かんないんですけどね、うん、私の感覚だけかもしれないですけど、4月
つまでそんなに誤報にやられるみたいな感じが強くなかったんですけど、6月に受けた時にやられたやられたなんか今回すごいやられたと思って、また今月受けてみて傾向は似てる気がしたんですよ。なんとなくその今回の8月と6月が似てて、そう4月のその前っていうのがもうちょっと文法問題は傾向が似てたような気がして、文章の読ませる量とかも少し少なかった気がするんですよね、リスニングとリーディングともに。ただ今回もめちゃめちゃやっぱり文章長いなと思ったので、なんかそういう語法的なやつと文の長さ、文量っていうのは去年から比べてもちょっと増えてる感じがします。公開されてればね、試験がね、ゲットできないの、まあ韓国では多少売られてますけど、それでこう文字のやつこうね、実際並べてこう目で見たいんですよ、頭の中しかない、絶対そうなってるはずなんで、難しくなってるんですよ、肌感覚で。そうですね、受けてますもんね、毎月、はい、そうです、今月と来月、受けてないですけどね、今月と来月は受けてないけど、はい、受けられないんですけど、ね、そうなんです。じゃあまあそれが満点、講師たちが思ったことですね。じゃあ皆さんもどう思いました、ぜひコメント欄でお聞かせください、はい。でまあ、それぞれの皆さんのプロファイルみたいなものは下に多分貼っとくと思うんで、本当ですか、送っといてください、それ、ね、概要欄に貼るやつを送ります、送ります、それで、はい、やったー、はい、じゃあそちらをチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。 Thank you very much. ありがとうございました。